骨の趣味部屋へようこそ。今回もね、勝手にガレージキット紹介しちゃいます。はい、ドラゴンボールを前回やったんですけど、今回はワンピースを飛ばしてナルトいきます。はいはい、ナルトも好きなんでね、はい、早速見ていきましょう。はい、最初はサスケですね。サスケの SD デフォルメ、はい、こちらの方ですね。いや、これも出来すげえな。サスケ、ナルトもあるね。これは大きさが、8センチ、高さ8センチ、全高14センチと。なるほどね。一応予定ではもう発売されてることにはなってるけど、多分コロナの影響でまだでしょう。はい。ってな感じですね。はい、続いてはペインですね。これかっこいいな、このペイン。いや、ジオラマがリアルだな。造形がすげえ。うお、すごいなこれ。うわ、顔もかっこいいなこれ。よくできてるわ。かっこいいなこのペイン。いや、このなんかマントもさ、暁のマントもすっげーリアル。なんかこうナイロンみたいな感じの線みたいなのがパーって入ってるよね。すっげー細かいな。いや、これすごいな。これ大きさ選べるんですね。はい、31センチ、高さ31センチと、58センチ。ああ、高さ選べるってのがね、58センチはでかいよな。31センチは、SMSP よりちょっと大きいぐらいだな。いや、これいいねこれね。ああ、かっこいいわ、このペイン。いやー、これいいな。発売が2021年の第3四半期っていうことですね。はい。はい、続いてはね、こちらのナルトなんですが、これは動画がありますね。はい。すっげー螺旋手裏剣がすっげー回ってる。こうやって動画があるとわかりやすいね。ギミックもあって、螺旋処理券が回ってるのがすっげー気になるわすっげーな。はい、キュービと陸道仙人バージョンですね。高さが35センチと。ある意味は新たな試みだよな。すげえ、回すギミックって。フィギュアで面白いね。まあ、似
てないけどな。なんか安っちいな作りが。いやーもうちょっとなんとかなったろう。いやー螺旋手裏剣回すのはいいけど、他のところ頑張ってくれよ。いやー惜しいなこれな。こちらも動画がありましたね。ナルトの仙人モード、これはプレゼント用のラッピングってことですけどね。はいはい、仙人モード、そんな大きくもない普通のフィギュアサイズって感じかな。うん、そうだね。はい、こちらも動画があります。こちらも仙人モードですね。こっちはでかそうだな。発光もありと。はい、スラムダンク、高さが28センチ、32かな。重さが 1.6キロ。不可もなくって感じかな。顔は、まあ、向こうの海外ガレージキットにしては頑張ってる方かな。ああ下の台座の発光はいろんな色が出るって感じかな。こちらはコナンですね。はい、造形はすごいな。人と比べると大きいね。50センチぐらいかな。はいはい、こちらも動画あり。カカシ、動画が荒くて細部がよくわからないな。スケップ、手ぶれがすげえな。まあ顔とか、まあちょっと造形があんま良くないなこれな。髪の毛がなんか変。全然似てねえじゃん。
さ、サスケもあるんだね。似てないな、多分。これは似てないな。これはメーカーがあんまよろしくないね、造形師が。あ、全然似てないね。続いてね、すごい対決シーン、ナルトとサスケ、すごいね、迫力あるなこれ。うん、スサノオと、クラマ、いやすごいなこれ。でも似てるかといってたら似てないんじゃないかな、これ。あ、これはすごい。そうそうたるこれ造形美だね。いやーこれはかなり迫力はあるけれど、めっちゃ大量生産してる。大量に生産してるやん。うん、でも顔は似てないかもな。うん、正面から見れないけど。だいたい40、高さ46かな。こちらも動画ありのイタチ。似てねえな。これはひどいな。ギミックとかいいけど、似せてくれよせめて。うわすげえ、七色に光んのこれ。イルミネーションやんこれ。すっごいね、全然似てないな。うわ写真の画質も悪いな。はいはい、こちらもペインですね。うん、さっきとは違うペインですが、うん、なんだろうな、さっきの方がやっぱいいな。うん、さっきの方が出来がいい気がする。こちらもナルト、このコカ・コーラの缶を比較してるから分かりやすいですね。高さ33センチ。うん、まあ少年の頃のねナルトですね。これは似てはない。動画あるね、カカシ。これは口寄せをしている時ですね。うん、パックンはさっきよりは似てるけどな。ああ、箱がそういう感じで入ってるってことね。
これは髪の毛はすごくよくできてますね。ツンツンヘアで。うん。顔は、まあ、似てる方なのかな。100点ではないけどね。うん、普通のタッチポーズだね。はい。はい、こちらは柱間ですね。これもよくできてると思うけどな。すごいな、迫力がすげえ。1代目ホカゲ。これはかっこいいな。ああ、こうやってね、普通にバストアップで飾ることもできると。あ、これは2代目ですね。扉間。これもかっこいいね。おお、よくできてるわ、これ。あら、これ、3代目も。これすごいね。孫悟空や。このシリーズ結構いいね。123と。はい。はい、こちらはサソリですね。暁。これはよくできてるな。すごいな。これは細かいところまで造形されてますね。細かい。これはいいですね。はい、こちらはバストトップですね。バストトップフィギュア。ミナトですね。波風ミナト。まあ、よくできてるけどね、チェーンとか。これは多分本物のチェーンかな。で、フェイスパーツが江戸転生バージョン。このチェーンがいいね。この鎖がいいわ。ああ、これは他にもシリーズがあるんですね。で、これも大きさが選べると。17センチと25センチ。まあ、両方ともそんな大きくはないですね。はい。はい、こちらもかかしですね。いや、これかっこいいな。これザブザのね、刀持ってる。いや、これかっこいいな。写真がこれ1枚しかないんだけど。これは似てるっぽいな、顔も。大きさが、35センチですね、高さが。7分の1。ああ、これ、顔もかっこいいな。髪の毛もちゃんと造形されてて、かっこいいな。はい。はい、ラストもね、動画付きのやつですね。
砂漠のガール、美獣のね、一尾が暴走してるバージョンか。これも造形的にはよくできてるかな。でもあれか、髪の毛とかのあれ造形が全然ダメだな。一見良さそうに思えたんだけどね。キットをご紹介させていただきました。いやーまあね、全然まだいっぱいあるね。これもまだ紹介しきれないね。はい、まあね、まあ興味を持たれるのはいいと思いますが、今紹介したのは多分、全部、非公式のやつですね。版権なしのやつ。まあ、出来は良くてもね、まあだからね、まあ買う人ですよね。買う人側に託される感じですよね。はい、こういう感じで、ここのお先もね、まあワンピースとか、他のジャンプ系ガレージキットもご紹介していけたらなと思います。この機会にね、ぜひチャンネル登録、していただければなと思います。あとね、高評価していただけると励みになります。ぜひお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。